私のロイヤー、私の弁護士は話します。OK、次はオラカズマさん。明日は新潟帰ります。昨日は米沢駅行きました。前の日は山形駅行きました。毎週の土曜日と日曜日他の駅行きます。秋田から京都まで220駅行きました。日本語と英語全部できる。何がいい？聞いてる、聞いてる。皆さんは優しいの場所をね。今日どこに泊まるのかなと思って。何？今日はどこに泊まるのかな。泊ま、多分この辺私の友達ここに住んでいます。いればいいんですけど、だんだん寒くなってきてるもんだよ。オッケー、もう少し終わります。ああ、ならいいんだけど。大丈夫。駅が終わるまで。オッケー、わかりました。あと、もしも何か通報とかあったらもう一回声かけさせてもらうかもしれないんで。オッケー、ごめん。百刀番があったら、うちら声かけないといけないから。それがあるまでは全然大丈夫。私、ありがとう。ありがとう。そういうところだけ確認しないと。いや、ありがとう。確認だけしたかった。私は45歳、私の娘は4歳。私今日本人です。ありがとう。寒くならないうちに。オッケー、わかりました。ありがとうね。